金国、ジワイツティン。新朝の官僚、チャンスー商工院出身。三木牲であったが、ラ・サワ・ミナミ率いる将軍が、太平天国軍との戦いのために、厚生省に入ると、その幕僚となって、各地を転戦し、知権に任命された。ラ・サワ・ミナミが戦死するとその軍を引き継いだ利続品の元で軍務を担当し、ここを、旧校を奪回した。 その後暗記省に入り、太古、千山、霧城を陥落させたが、三河の戦いで、李族品が廃止すると、李族品の弟のり続くよと共に、勢力回復に努めた。1859年、太平天国の石立会が、湖南省宝向を包囲すると、金国は、援軍に赴いて、石立会を破り、地府に昇進した。 その後、林翼、祖国藩に従って、安記省に入り、大いに太平天国軍を破って動員に昇進した。1861年、太平天国軍が湖北省に侵攻すると、武将の救援にあたって、太平天国軍の馬雄和と首都を繰り広げた。これにより湖北安城経道に任命された。1862年、馬優和が河南省に入って、 南洋を包囲すると援軍に赴いたが、河南純武源樹森に生まれ降格された。その後す国藩の下で、紀州で戦い、安気省南部が平定されると、官宿家達が街道に昇進した。その後、故郷に戻ったが、1875年に、関東正し領土として再起用され、さらに、関東安全地に昇進した。在任中に死去。ありがとうございます。